俺も沖縄でさ、うん、シューティングバーっていうのを見つけたんですよ。まずシューティングバーが何か分かってない。エアガン撃てるバー。あー、そんなんのあって、うん、カウンターとボックス席が2個ぐらい、うん、とカウンターの後ろに金網でこの射撃場みたいながあって、うんうん、でまあカウンターに通されてさ、ドリンクのメニューと銃のメニューを渡されて、うん、で俺あの携帯とかでさシューティングゲームやってるからさ、もう銃知ってる銃だったらテンション上がってさ、うわ楽しいわそれだけでって思って、ハイボールとライフル銃、うん、M4 っていうんだけどライフル銃を注文したの。さあちょっと一レーンしかないから、うん、ちょっと待つの結構で、待っててこう酒飲みながら待ってたら一人のね女の人が入ってきたの、うん、そのイメージしてもらうとあの細い峰富士子みたいな。峰富士子すごいけどね。あのボーンがない。ボーンボーンキューボーンじゃない、もう細い峰富士子、まあうんうん、で毛量ちょっと多いみたいな、うん、おばさんなのよ。細い峰富士子風のおばさん、うん、もう顔はもうザおばさん。じゃあもう細いおばさんでいい。細いおばさん。そのおばちゃんがあのグレープフルーツジュースあと塩っていうのを注文して、こう飲み出して塩舐めながらグレープフルーツジュースで、あとあの私のやつ出してって言って、そしたらその人の置いてある多分自前の私物の銃を出してこうどうぞって言って、そしたらその人がこうやってもう銃を見ながらグレープフルーツジュースをこう飲んでんの、こうやって、ああ見れるところだな、そのこうやってこう傾けながら、で あとあれもちょうだいって言って、先っちょにさサイレンサーってさ音が鳴らないやつをこう装着して、またこうやってわあいいわっつってこう飲んでて、でこの時にパソンって出た弾がパソンって出てパンパンってなって、パンパンカンってなって、パッてこうやって見たらめちゃくちゃエロい顔してたのその女の人がめちゃくちゃエロい顔してて、あそうなんですかっていう、あ こういう好きな人はそうこれでエロい顔できるんですかっていう気持ちになったっていう沖縄の夜なるほどお前終わりやおい